ツイッター見てて思うのは、反語的表現が伝わらないですね。逆の方表現してそのまま受け取っちゃうんですよね、うん、だからそういうふうに読んじゃう人じゃないと左寄りの意見ってそんなに言いづらいかなっていうか、うん、そうですね。あと左寄りの人はですね、論理的思考ができないんですよ、うん、だからね、明らかに書いてるものが間違ったもの、普通の人間はおいちょっと待って、それおかしいだろうと思うんだけど、おかしいと思わないですね。そのまま読み取っちゃうんですよ、うん、うん、文面だけを読んでしまって、それをこう論理的思考で解を導き出すことができないですよね。そうだから左翼の本が売れないのは、うん、もう一回繰り返しますけど、はい、左翼の人は本が読めないんです、はい